枠用時は、神奈川県横浜市出身の官僚。血液型は、A 型。元大倉省大臣官房長、元大倉省主計局長。前 JT 会長。横浜市立岩崎中学校、横浜市立桜ヶ丘高等学校を経て、1964年、東京大学法学部、第二類卒業。同年、大蔵省入省。同期には、 野田武氏、田波浩二、加藤隆都野口幸男、高橋厚夫、秋山正宏、杉崎重光、野口拓夫など、景気庁官房長、大倉省官房長を経て、主計局長と同期中の事務次官の筆頭候補であった。当時の一連の大倉省接待を食事件報道の中、後に、伊豆石油症事件として発展してゆく家中にあった。 伊豆井淳一により、主に通産官僚などへの谷町行為が、マスコミの字幕を集めていた頃、大倉官僚の枠意にも美術品が贈与されたことを指摘された。そのため同期の田波孝二が、内閣内政審議室長から次官に座ることとなった。この事件について、ノンフィクション作家である、広瀬隆は、著書、私物国家において、美術賞を返した。 収賄の仕組みを詳細に示した上で、枠井に対する処分が、表面上の付け根によって高頭による、厳重注意で済まされたことを批判している。退官後はすぐに、日本損害保険協会副会長。後、2004年6月から小川忠氏の後を受けて、JT 会長就任。2012年6月退任。その後、 顧問と兼務で、日本タバコ産業株式会社が出演した、アフィニス文化財団理事長に就任。ABC、日本の館長、その人と組織、大倉省、経済企画庁政策事報社、1987年発行、108ページ、東大人名録、第1部1990年発行、8ページ、私物国家、広瀬隆史諸公文社、 1997年、ISBN 43億3497万1539。ありがとうございます。